私あなたに会えて本当に嬉しいのに、当たり前のようにそれら全てが悲しいんだ。今いたくらい幸せな思い出がいつか来る別れを育てて歩く。誰かの居場所を奪い生きるくらいならばもう私は石ころにでもなれたならいいな。だとしたら勘違いに戸惑いもない。そうやってあなたまでも知らないままで、あなたに私の思いが全部伝わる。松田を見習ってアクセル全開で最後まで突っ走ってみるよ。もちろん焦らずにね。萩が僕にアクセルだって叫ぶところ、あれ以来僕も車の運転でたまに無茶をするようになってしまってね。強さとは何か、正義とは何か、伊達班長からはそんなことを学んだ気がするな。僕は今喫茶店でバイトしてるんだけど、なんと料理がうまいって評判なんだ。ヒロに教えてもらった料理がこんなところで役に立つとはな。僕はもっと生きるよ。この国を守るために。